皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエッチとリミちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。はい、完璧完璧でした。いやー、ユミちゃんもさ、はい、知り合ってからずっと見てて、うん、はい、いろいろ自分探しやってきたよね。もうバッチリ定まったよ、やっと5年で定まりました。ありがとうございます。今まで、はい、瞑想ほんまにごっつい瞑想してるの。そう、でもね、なんかやりたい方向は決まってて、うん、それがなんかいろんなところに自分の軸がないから依存してって言ってたのが、うん、まあ、はまった。除霊とか、除霊ったね、リージング、コーチング、はい、いろんなもんとやったよね。やったけども、自分がやりたいことの、うん、もう定まったので、もう今すごいスッキリです。でもね、僕、はい、見てて、うん、こうなるのは分かってたのよ。ありがとう、さすがですね。あの、やるものじゃないのよ。なるほど。やってる人なのよ。ごめんなさい、ちょっと分からない。それを教えてくれる人が大事なのよ。はいはい、そう、つながる人、つながる人、うん、はい、が大事やと思ってたから。あ、私が師匠誰。そう、あ、なるほどなるほど。その師匠が大事なの。確かに、それはそう、うん、今も師匠私の中でも定まって、はい、だからいますので、もうこういうところに落ち着くんやなっていうのは僕もずっと。 ありがとうございます。でもそこを探してて、うん、そういう人とつながるように、なんかウエッチがいろんな人と合わせてくれたりっていうのもあっての、ありがとうございます。目から鱗に育てていただきまして、北本由美子ちょっとだいぶ定まってまいりました。ありがとうございます。そうね、そのありがとうございます。目から鱗のおかげです。その、はい、マンダラ、マンダラ、はい、そう、ありがとうマンダラの、ありがとうマンダラ講師になって、はい、はい、講師ですね。はい、でこれから、はい、その講師になってから、はい、その道をこう極めていくっていう、そうね、まあまあ、うん、ありがとうマンダラは、まあ、瞑想とか自分を整えるツールで使っていて、うん、まあコーチング、うん、主にはコーチングをちょっとね、うん、やらせていただいてる感じですね。今日はね、はい、もうその話をじゅっくり聞きながら、ありがとうございます。マンダラって何やっていうところからじゅっくりね、はい、話聞きますんで、もうぜひこれ、はい、皆さんに知っていただきたいんです、ね、はい、ありがとうございます、うん、こんな機会をいただいて、うん、はい、はい、じゃあしっかりと喋らせていただきます。はい、はいはい、では一旦コマーシャル、いってらっしゃい。はい、さて、はい、そのマンダラ、ありがとうマンダラと言っても、はい、ユミちゃんのは、はい、ミカリンの、そうです、ありがとうマンダラ、ありがとうマンダラです。その認定講師、その認定講師です、うん、はい。でマンダラってね、はい、宗教的な幾何学模様の描画という、うんうん、はい、風に、うん、あの浮きベキティアとか、あ、あの調べたら書いてあるんだけど、うんうんうん、それ宗教的なっていうのが ついてる子っていうことは、うんうん、古いよね。古い、もともとその宗教的な仏教とかそんなところから来てんのかな、うんうん、ね、でそこからそのありがとうマンダラっていうものが生まれた、はいはい、その経緯みたいなもんで、これは分かります。なんか師匠ミカリンが、うん、まあ、ミカリンってあれですよ、ミカリンね、尾崎美香さん、はい、うん、尾崎先生のセミナーとかをね、尾崎さとみさんのセミナーとか行った方はご存知だと思うんですけど、これもネイアンがもう、ネイアンのね、鉄板ネタで使ってるんですけど、うん、まあ、ね、でもこうありがとうって書いたさ、うんうんうん、こうあれあったでしょ、こうパネルがね、あった、うん、最初なんかミカリンあれを見た時に、うん、これなんですかって言って、うん、これもミカリンがありがとうっていう言葉はすごく波動が高くて、うん、これを1万回書いたら変わるでって言われて、うん、それなんか書いたのを普通に字だけ書くんじゃなくて、ミカリンは絵が好きやったから絵を足してみましたってやったらすごい芸術作品だったわけですよ。はい、そういう発想で、うん、マンダラと
それを合体させた。そう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 。なるほど。僕はあのありがとうカウンターいうのをカウンターも もらったけど、あれもそのありがとうカウンターありがとうっていうのを自分が何回言うか、うんうんうん、10万回言ったら自分自身が変わるっていう、うん、なんかそうやって言う言う、それをカウンターでカウントしろって、うんうんうん、でもカウントするためにありがとうって無理に言うとあかんっていう、うん、だからなんか私はメールとか書くときにはいつもありがとうって入れるとか、そうそうそう、人に会ったときとかいつもありがとうございますっていうのを、うん、はい、足すっていう習慣を、まあ、口癖になるっていうのが一番いいんやろうね、うん、だってあのごめんなさいっていうことはありがとうに置き換えれるじゃないですか、そうやね、はい、これちょっと意識してやり出す。でそのありがとうマンダラすごいなと思ったら書いてるうちにね、やっぱあのぐるぐるずっとありがとうありがとうって円にずっと書いていくんですよ、うん、で瞑想状態になってくるんですよ、ぐるぐるね、うん、そうそうそう、でなんかスーッと気持ちよくなってくるんですよね。でまあ、ミカリンそれをやり始めた時に自分の夢がどんどん叶っていったって言って、うん、まあ、普通の主婦やった人がね、その尾崎先生のセミナー行きました、うん、ありがとうマンダラに出会いました、うん、で自分の才能をそこに足しましたってして、うん、自由にその自分の才能を使っていったら、ね、まあ、ステージが変わったって。僕は、うん、まあ、実はそのお姉さんと、はい、あ、はいはい、まあ、うん、親友っていうかそうね、飲み友達やね、友達、まあ、私もそっちがでも入り口よ、ね、お姉さんも絵心あるのよ、うん、そうそうそう、結構うまいのよ、すごい可愛い絵描く、だから、まあ、姉妹なんで、うん、当然同じ DNA を持ってるので、うんうん、絵の才能っていうのはあるんだけども、うんうん、ミカリンのは、うん、なんか突き抜けてるところがちょっといやだからやっぱ、ね、ありがとうっていう言葉の波動がね、うん、やっぱその人に及ぼす影響っていうのがすごいやなと思って、うん、私去年の9月に認定講師になったんかな、うん、でその時もなんか自分がもうあと一歩何かをやりたいっていうところのターニングポイントに近くって、うん、まあ、ちょっとあの最後の学びの総仕上げやなぐらいの時に出会って、うん、やってたらねやっぱりすごい引き寄せと変化が起こって確実にステージアップしたなっていうのを感じれたから、うん、あれすごいよ、書いてみて、ありがとうマンダラ下手やね、いや、いいね、いいね、もう本当にあのそのね、あのワンデーコースがあるので、うん、もしよかったらそれ、はい、受けていただいたら、うん、はい、だと書いていってもらったら 何が変わるかっていうのは分かると思う、うん、マンダラっていうのは見たことあって、うん、はい、うん、点描画で結果的にこうずっと円のやつを描いてるのはこの前見たのよ、うんうん、わー細かい作業やなーっていうような感じのものなんだけど、それがありがとうっていう言葉が入ってるのよね、絵があったり字があったりね、うん、マンダラってまあいろんな形であるけど、うん、あの小屋さんに行ってもあるじゃない、うん、あるね、マンダラね、そうそうそう、まあでもそれをやっていってやっぱそのありがとうの波動がなんせ高いんやと、うん、うん、まあね、うちさっきのカウンターでやった時にもステージ変わるよっていうのと、うん、で私はねこのありがとうマンダラをやって一番良かったなと思うのが、うん、自分のブロックがどこにあるかが見えて、なるほど、絵が描けへんねん、マンダラの世界と、うん、チャクラの世界ってなんか、まあ、もう結びついてるっていうのをこの前聞いて、そうなんやって、赤いパンツなんやなって思って、あ、確かに私グラウディングで赤いパンツね、そう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 、赤いパンツ履けって言われた、ウエッジは分かってると思うし、ずっとふわふわしてたでしょ、血に足ついてない感じ、でもそれもなんか徐々に定まってきたのは、まあ、ありがとうマンダラもそうやけど、その他にいろんなカラーを学んだりとかやってったこと数日ね、もうやったりしてる中で、あ、自分の置き所ここやなっていうところがなんか定まった感じ、その去年1年ぐらいが一番そこやった、総仕上げの感じやった、なるほどね、僕は一つだけ僕が感じてんのは、今までなりたいもの、自分の居場所に行きたいと思ってた、違うのよ、今はドンと構えてて、皆さんおいでや、あー、でも確かにそれがそうそうもうまずちゃうなと、そう、でそれがね もっと大きくして、この手の広がり方が幅広く、懐深くなっていった時に完成するんやなと感じてます、ね、確かにすごい自信がなかったから、いろんなものを学びを入れていった感じではあるの、でもそれわちゃわちゃしとったもんね、そうやねで、まあ、なぜ、まあ、数比の話で言ったら、その8という数字を持ってると、これはなぜ入れたいらしいの、体験しないと人に語れないみたいな性質なので、いいことも悪いことも一旦自分の中に
入れないとわからない、うん、だから本とかでは知識が入ってこないタイプらしい、うん、なるほどって知った時になるほどなと思って、そういうのも合点がいくなみたいなのを数秘で教えてもらったり、うん、もう僕が一番感じたのは、うん、もうなんていうの、自分から呼び込めるようになった、うんうん、追いかけるんじゃなくて、あ確かにそれを鋭い、まあ、確かにすごいホームランバッターって、うんうん、ホームランが打てる球を呼び込むって言うじゃない、うんうんうん、あなるほど、引き寄せる、打ちに行くんじゃなくて、なるほどなるほど、ゴルフとしてはそうそう、だからその辺が違うなっていうのは今感じて、ね、うん、うわなんかすごいいい言葉をいただいた感じがする、うん、自分で引っ張れるようになってきた、確かに、あでもそうかも、ずっと確かに走って追いかけ回してた感じはすごい、ウエッジ天才だから、その辺がもう、うん、今はまあ、うん、微笑んでこう、うん、見とれるけど、前はなんかちょっとこの辺にしわ寄ってたもんね、うん、こう必死やったもん、見守っててもこの辺にこうしわ寄ってて大丈夫かなっていう、いや大丈夫じゃなかったよ、ね、でも本当去年そのありがとうマンダラに出会って、うん、で、ミカリも自分の体験をいろいろ話してくれるわけ、うん、自分が普通の主婦やった中で、うん、ありがとうマンダラを通じてもう自分が仕事を持って自分を発信できるようになったよって、うん、だからそのミカリンの講座の中でやってるのが、決してその絵を描くことだけではなくって、これをお仕事にする方法まできちっとこう教えてくれるのね、うんうん、で自分がこのありがとうマンダラと出会ってそれを描き続けたことによって、いろんなやっぱ引き寄せ、さっき上地が言ってくれたみたいに自分の置きどころが分かり、自分からなんかこう呼び込むことができるみたいなことの、自分とつながる感じがでもマンダラのパワーにはあったなと思います、うん、今講師もね、うん、30人、ね、そう、長野、東京、愛知、岡山、広島、兵庫、大阪、徳島、香川、カナダもいるよ、あ、カナダもいるの、カナダもいるの、カナダもいるのか、カナダもいるの、カナダも一緒、同期生なの、カナダの、はい、その子もユミちゃんであ、そうなんだ、そう、ユミちゃん多いのよね、講師の中で、なるほど、で、うん、この世界は波動でできているっていう言葉が、はい、うん、書いてあるんやけど、うん、その波動ってね、うん、なんていうかな、経営者の人も結構言うのよ、波動波動って、今、ね、波動波動って言うのよ、うん、波動、そうそうそう、僕なんか波動なんかって言うたらもう宇宙戦艦ヤマトの波動しか思い浮かんない昭和じゃあ今そのハートの話よ、潜在意識とか、うん、そのまあ集合意識とか自分がやりたい引き寄せよ、だから、うん、バイオリズムみたいなもんかな、いや自分の、魂がねこれやりたいってなったら、うん、唯一ルパンってさっきの言霊みたいな話と一緒で、宣言したら応援団が漏れない、あ上田さんなんか何々探してるらしいでって、それがほんまにやりたいって魂の叫びやったら、うん、応援団来るよみたいな、うん、先生やんねん、先生やりたいんやけど先生やんねんって言うて、そう1年後には先生やっとんと一緒や、そうだからウエッジのハートがブル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 反応して、先生やんねん先生って言ってたんでしょ、言ってた言ってた、引き寄せたんでしょ、そうそうそう、それだから自分でこれを仕事をしたいですっていうのを自分の魂がプル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 してこう周りの引き寄せてきてる感じ、そういう波動って、ね、だからトラウマっていうのかな、なんか、うん、ひょっとしたら失敗するんちゃうかな、うまいこといけへんのんちゃうかなっていうふうに思っとったら失敗するし、うんうん、いやもう、あ、そう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 、なんていうかな、ほんまそう、絶対成功するんや、うん、大丈夫や、成功するんやって、うん、成功するイメージしか持ってなかったら失敗せえへんもんね、うんうんうん、ほんまそう、だってミカリなんかほんまいつあってもニコニコニコってこの前も笑顔の話をね、うん、してたと思うねんけど、ほんとにいつも笑顔で、でどんな話でもすっごい丁寧に聞いてくれて、うん、でなんか私ができたんだからみんなできるわよみたいな、うん、すごいほんまにその波動とかオーラというか、ね、このもうすごいもので受け止めてもらう感じ、もう写真もねパーンってしたすごい写真やけど、そうそうそう、でこれロゴがね、うん、最近できたの、ありがとうマンダラの商標登録もちゃんとしてくださって、講師もこれだけ増えたから、うんうん、ロゴにしては、うん、すごい複雑、かわいいでしょ、ここデザインミカリン、いやでもこれはあれな、うん、自筆で描いたやつやんな、そう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 、これをなんか講師の人たちはこれ使って、うん、はい、作品にねつけて、で、まあ、作品をありがとうマンダラで売るのもできるし、うん、
だからその自分なり の, その活躍の仕方を、うん、私はなんかもう今絵を描いて、まあ、今も淡路島でもうこのタイミングで終わってるんですけど、うん、展示会やらせてもらったりとか、うんうん、でなんせあの私はさっきもちょっと言いかけたけど絵を描くことにすごいブロックがあってね、うん、でその見えたブロックっていうのが失敗が怖いやったの、うんうん、だから最初の一筆が描けなくてそこに何かを描いた時になんかどうなるかわからないっていうことがやっぱすごい不安っていうのがね、うん、描いてる時に見えて、うん、でだからよくやってよかったなと思って、うん、今でも描いてる途中にちょっと描けなくなる時とかあるんです。僕はあの、うん、一番最初にありがとうマンダラのことを知っていろいろこう聞いたり見たりして写経に近いものを感じてね。おっしゃる通り、あこれを書くことによって人は、うん、自分が救われるんやって。そうそう、まさにその通り。本当にあの般若心経の写経をすると写経と同じやなっていうふうに感じたよね。そうそうそう、まあ、これはまあ言うたら形は違うけど写経やなと、うん、そうよそうよ、本当になんか自分のなんかものが出てくる感じ、うん、だから哲学的なもんなんやと思って、うんうんうん、すごい、まあ、その辺は、うん、まあ、知識は浅かったけども、うんうん、ちょっと波動っていうのかな、うん、その感じるものが、うんうん、もう写経やな、すごい敏感、写経修行っていうことやなって、うんうん、でもやっぱすごい波動の高い言葉なので、うんね、これを積み重ねることによって、またそれも可愛いキラキラしたペンでね書くの、そうすごいテンション上がるの、うん、でパステルで下地にして描いたりとか、うん、あのパスって何だっけ、うん、アクリル使ったりとか、うん、そんな画法も教えてくれたりとかね、うん、しながら、でもそれが職業として成り立つようなところまでやってくれるっていうところが偉いよね。宗教ミカリ教え何、うん、いうか、うん、やっぱりね、うん、なんちゅうだってかすみくうては生きていかれへんっていうところがあるもんね、うん、そこが偉いなと思うね。そうそう、でも今やったらもう普通になってきたけど、お金もエネルギーやから感謝されたら入ってくるよっていうこともなんかあのすごく分かりやすく教えてくれる感じだから、一番卒業展にねこれね自分の絵に値段をつけてきて、それで展示会をして即売会みたいなのもしましょうっていうのが卒業展覧会や。そう、だから自分の価値がいくらになってるかみたいなとこもちょっと見えたりとか、そうお金の使い方ってよく、うんうん、あのすごい、まあ、いろんな本が出たり、うん、いろんな人がこう、うん、教えたりしてるけど、うん、その時の気持ちで、うんうん、ありがとうの気持ちがめっちゃ高かったら、うん、その金額って多くても構えへんと僕は思ってるんだよね、うん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 、そうね、うん、でそれめっちゃありがとう、うまいへんわって思ったら、うん、それがすごい高いもんでも、うん、お金出したくないっていう、うん、それと全く一緒で、そうね、そうね、自分のスペースを空けることになるから、うん、そのスペースにふさわしいものとやっぱ交換したいやん。だから自分をどう取り扱ってるかっていうのがその絵に対する値段だったりとかするので、結構その、うん、ありがとうマンダラを学んでる中では、うん、そういうなんか人間の意識的なこととかも学ばせてもらえる、まあ、すごい素敵な講座でした。はい、まあ、ありがとうっていう言葉、うん、で僕今、ま、学んでるのは沢さんの日曜日ごとのやつで、うん、いつも朝トークに行ってるんやけども、うんうんうん、あそこでもありがとうがテーマ、もうだいぶ一般的な時よね、ありがとうは波動高いですよっていう話は。五円紬大学に行った時からやからね、うんうんうん、ずっとありがとう、そうよ、そうありがとうとは付き合い長いのよ、うん、ちゃんが、うん、そうよでもその言葉をやっぱりこうね意識して使ってるから、うん、いいね人がこういいエネルギー持った人が、うん、また次のいろんなことを教えてくれる機会があったりとか、もうここのねシャナナに目から鱗に来てくださる人も、うん、もうすごい人ばっかり来るじゃない。それやっぱウエッジの波動が高いからよ。まあ、まあね一つはここのスタジオがパワーポイントなんです、うんうん、パワースポットですか。パワースポット、はい、だからもうみんなここに来て、うん、でそのパワーを持って帰ってまたビッグになっていく。確かにね、だから僕もどんどんビッグになっていってるからね。そうだんだん体重増えていって、絶対そっちかなと思ってんけどまあそっちだけではなく、うん、でもなんかね、もう5年もねやらせてもらってる中で、うん、やっぱいろんな変化が起きてきて、いっぱいいろんなものが一つ言うとしたら、うん、そのありがとうマンダラの
何に引き込まれたの？私？うん、私ね、やっぱ感覚で、うん、何やろ、感覚でこれなんかいると思って、うん、自分に必要？必要と思って、で必要と思ってやったら、うん、やっぱり必要や。うん、だからその自分と向き合うツール、私にとって絵を描くことと、ありがとうっていうあの曼荼羅をね描きながら絵を足していくことと、歌うことは、うん、これ代わりに誰かにやってって言ってやってもらえないツールなのよ、うんうんうん、だから自分と向き合うためには必要やったよなって、うん、こう仕事は人にさ苦手なこと任せることできても、こう絵を描いたり自分を表現するっていうことは代わりに描いてができないやん。ミカリンはあの、うん、そのありがとうマンダラ以外にクリスタルボール、うん、そうそうそうやってる奏者もやってるやん、うん、あれって、うん、あのなんていうか自分でこう内面にこう貯めたものを今度発信してるか、もう流れてる、そうそうそう、音で自分の中の瞑想っていうかこう入っていく感じ、あれも振動っていうか、ね、振動、そうそうそう、周波数やからね。そうだから喉が詰まってたらその喉の、うん、あの音域のやつがなんか音が濁ってならなかったりとかする、うん、なるほど、うん、そうなんやね、うん、なんか、うん、あの陶芸家が、うん、その時の心の状態で、うんうん、焼き上がりの色が変わるっていうのとなんか似たところがあるよね、うんうんうん、そうそう、絵もだからパステルで最初使ってやってて、うん、すごいピンク使ってたのに気がついたら緑になってたりとかする時あるもん。え、そうなん？色足していってるうちに、ね、あれ私マゼンダの色を使いたかったのに気がついたら緑やった。それ色の三原色の法則が分かってないっていう、いやいや違う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 自分あの色ってね、色も波動があるのよ、うん、だその時に自分に必要な色に自然とね自分で作っていったりするの、うん、え、分かってる？あのこう分かってるわ、色の分かってる、色相関でしょ、分かってます。そうそう、赤大大、黄大大、黄緑緑青、緑緑青、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 一応カラーリーディングもちゃんと資格持ってるから知ってます。反対色とこうたら知ってます、知ってるけど絵を描くっていう時にね、 そんなに理論的にね、左脳で絵なんか描きませんよ、うん、そのグラフ作るんちゃうねんからね、自分の中を表現しようと思ってる時に、うん、この色相関ピッて意識して、いやこれの反対色これやからとかって使う、あ、そうですか。あ、そうですか。僕の授業では。なんかつまんない。なんか芸術じゃない。まあいいけどね。うん、でも、うん、その時に自分が使いたい色を選ぶじゃない。うん、でそれは、うんうん、自分自身の、うん、まあ言うたら深層心理から選んでるんだよね。そうよ、そうよ。だからその、うん、服着た時も朝ピッて着た時に、あ、これちゃうわって脱ぐっていうのは、その自分の色がそれ今必要な色じゃないとかね。だからうちが今オレンジが欲しいっていうのは、ちょっとお疲れなんかもしれんけど、お疲れやと思うわ。だからもう、うん、カバンもオレンジにしたし、携帯ケースもオレンジにしたし、今度車もオレンジになるし、ちょっと後でゆっくりその辺も癒して差し上げますわ、ウエッジ。はい、一旦じゃあコマーシャルいきまーす、はい、行ってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい。うわ、いっぱい喋らせてもらってた、気持ちよかったわ。告知 PR タイムなんやけども、はいはい、でもね、うん、これはもうユミちゃんのこれからのありがとうマンダラの活動のことについて、はい、これからどうしたいのかありがとうマンダラっていうことに、この告知 PR タイムを、ありがとうマンダラを使ってるってこと、うん、そう、はい、まあ教室みたいな、その教えることも当然やるし、まあ、それを使って、うんうん、まあ、リーディングっていうのかな、うん、 そうね、そんなのもやるし、うんうん、まあね、コーチングリーディングの道具にもできるし、うんうんうん、それでいろんなことがこう広がってくると思うよね、うんうんうん、でミカリンはミカリンの世界を作ったと思うよね。でも僕は習ったのはミカリンから習ったけども、 そうそうそう、うん、それをユミちゃんが、はい、ユミちゃんの世界をこれから作っていくっていうのが、はい、まあ言えば
お仕事、なるほど、お仕事を、はい、ありがとうございます、残ってると思うよね。ありがとうございます、うん、はい、で、うん、何人の人が、うん、まあ言えば、ああ習ってよかった、やってよかったっていうかっていうのは、うん、これからの組み立て方っていうか、うん、使い方、なるほどね、うん、やと思ってて、うん、どうしたいのか、うん、何をどうしたいのかっていうのは、うん、そこはもう決まってる、決まってる、決まってる、うん、うん、私は別にありがとうマンダラをたくさんワークショップをして講師をどうとかっていうことよりは、なぜ私自分と向き合うものってさっきもお話しさせてもらった通りで、自分の中をね、どんどんその絵で表現できたらいいなって、でその絵を見た人が、あ、習ってみたいなって思ったらそれでも OK かなっていうのと、あとはその今数日使って、うん、あのコーチングとかやらせてもらってる中で、うん、どうしても自分の中からこう出してくるのがしんどい人は、うん、ありがとうの波動をね、うん、使うことでほぐして、なんかそのそういうなんか最初の一歩を踏み出す足がかりみたいなものに、私がそうだったように使ってもらうのもありかなって、うんうん、思ってます。でも私にとっては切り離せないものです、ありがとうマンダラは。ダルマもあんねんけどね、持ってくるの忘れた。ダルマ、ありがとうダルマっていうのもそうそうあって、そうなの、そう、はい、まあ、なんか師匠はなんか次から次へとね、うん、みんなが活動しやすい自分を発し、自分ごと発信できる仕掛け、うん、その仕掛けをたくさんしてくださるので、うん、まあ、これからまたね、どんどんまた講師になってくれる人増えて、なるほどね、この波動が広がるといいなとは思ってます。はい、ということは、うん、まずいっぱい作品を自分の世界で作っていくっていうことをこれからやっていくっていうのがまず第一歩やね、テーマですね、うん、そこはね、うん、はい、それからその作品を見て、うん、まあ、あの来てくれた人をどれだけ助けられるかっていう、だからそこが多分また最後ウェッジがもうちょっと私定まった方がいいなって言ってくれたところの、うん、自分と向き合うことがそれをやることにちょっとできる気がしてて、うんうん、だからそのありがとうマンダラをちょっと大事に書いていきたいと思います、うん、はい、これからありがとうマンダラと向き合って、はい、うん、どんどんゆみちゃんが、はい、大きくなるように、あの、こっちは嫌やけどね、膨らむのは嫌やけどね、切に切に、はい、願ってますので、ありがとうございます。今日私のために時間をいただいて、はい、ありがとうございました。いいお話ありがとうございます。ありがとうございました、はい、どうもさよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。